忍びてやる。彼らはグーハウ、アジア有数の麻薬組織で、先月シャドルの傘下に入りました。さらってきた子供を独自の使い手にし、暗殺者や用心棒として利用することでも有名です。ふん。本日は心中を示すために来たと聞いております。心中だと？醜い毒蛇どもが。あれが新しいグーハウの牙か。気味の悪い男だな。し、声が高い。ああ見えて歴代の中でも稀に見る独守の使い手らしいぞ。ほんの少しでも奴の攻撃を食らったら、毒に体がやられて死体も残らないそうだ。毒守とは、体に蓄えた毒を使って相手を殺す術。子供の頃から毒を飲み毒に触れる。毒に負けた者から死んでいく。死んで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 、生き残った者だけが殺す側になる。というわけですよ。ベガ様、この度は我らグーハウをシャドルに加えていただき、感謝の言葉もありません。忠説の証として一つ余興をお見せいたしましょう。バカどもめ。いないだと？なんという強さだ。だが先ほどの戦い、確かにこの爪は奴の体に届いたぞ。毒が回るまであとわずか。その時まで耐えられれば仲間の元へ行くがいい。そうはいきませんですよ。私は生き残る。殺す側に立ち続けてやる。諦めるものか。おお。ほい、レザーだ。ほいになるのです。です。はい。なぜだ？なぜ？バカめ、貴様の毒など効かんわ。なぜだ？何度も傷をつけた。時間もかけた。私の毒はどんな生き物も殺すはずなのに。いや、今は考えるな。ここで殺されてなるものか。必ず生き延びるのだ。お許しを。今後はベガ様に心からの忠誠を。忠誠など不要。は？シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。この方は、この力は。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。ははなんという。
私の毒などこの方のお力の前では自義に等しい。最強の毒をはるかに超えた力、この方は全ての生き物を殺し尽くす側に立つお方なのだ。明日の命も定かではない世界で私は知った究極の力を、その頂点を、あの方のお役に立つためにもっと力を得なければ。邪魔者を排除し、戦力を蓄え、そして世界をベガ様のものに。